は江戸城に囚われて。怪しいのは城の天守か。劉備殿、行こう。今助けに参ります。我らがおとりとなって敵を引きつけておこう。ここは逃げるが上策。敵将討ち取った。鮮やかなお手並み。ん、敵は南から来たか。南門を援護しろ。全力で参りますよ。よし、門が開いた。強し東門を破って敵を外におびき出してくれる。ここは逃げるが上策。敵将討ち取った。鮮やかなお手並み。時には引くのも戦略です。敵将討ち取った。素晴らしきお敵が城内に侵入したぞ。天守と小天守には絶対に近づけるな。敵将討ち取った。これもやりますね。約束通り手伝いに来たぜ。孫策だろ。援軍かたじけない。うん、新手か。北門と東門の守備を固めよ。オロチ軍は主に元義の混成軍のはずだが、この城の守備隊や武家の諸君将軍は。ここは逃げるが上策。敵将討ち取った。鮮やかなお手並み。柱の反応見せてやる。かつての仲間同士で争うなんて嫌なもんだよな。俺たち孫悟も似たようなもんだよ。よし、敵を連れて城外へ出るぞ。残念だったな。ここで劉備殿はおられぬ。兵法の処方から任せときな。次に会った時が貴様の最後だ。敵将討ち取った。素晴らしきお働き。勝ち気もあるわ、負ける日もある。敵将討ち取ったよ。鮮やかなお手並み。素晴らしきお働き。全力で参りますよ。時には引くのも戦略です。我が力存分に味わうがいい。敵将討ち取ったよ。素晴らしきお働き。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったよ。鮮やかなお手並み。おい、こっから先は行かせねえぜ。行かねえつもりなら俺が相手になるぜ。うまくいかないもんだな。退散だ。敵将討ち取ったよ。鮮やかなお手並み。戦には頭も必要ですよ。素晴らしきお働き。時には引くのも戦略です。敵将討ち取ったよ。素晴らしきお働き。ああ、気合い入れていくよ。何人たりとここを通すわけには参らん。無駄死にすることはない。立ち去れ。世界に背かぬため、ここは引く。
敵将撃ち取ったよ。鮮やかなお手並み。俺の攻撃かわせるか。これ以上は進ませんぞ。次は負けない。敵将撃ち取ったり。私も続くぞ。次は負けない。敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。ひとまず撤退だ。敵将撃ち取ったり。私も続くぞ。わかりました。城に火を放つのです。天守の伏兵に家計諸葛亮の検索だな。諸君の将同士で争わせたのはあいつなのか。ラッキーを捉えて劉備殿の居場所を白状させる。やってるやってる。投手打ち作戦成功だね。いえ、まだ終わっていませんよ。天守から出てきちゃったよ、諸葛亮さん。ご心配には及びません。次の策を用意してあります。さすが天守の天使、抜かりないんだ。この戦は全て私の掌中で動いています。次に会った時が貴様の最後だ。いや、敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。皆も負けるな。こう競うのだ。いや、我が力存分に味わうがいい。貴様はここだけ引き当てろ。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取ったり。私も続くぞ。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取ったり。私も続くぞ。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。ダンキー、ルイ殿をどこへ隠した。ルイ殿って誰だ。私は知らないけど、あなたたちの不思議な顔もっと見せて。孤立に向かってくるなんて感心だし、ご褒美に私自身に殴ってあげちゃおっかな。敵将撃ち取ったり。俺もやりますね。ラッキー様、こちらへ。うそ。ようやく油断してくれました。敵将撃ち取ったり。せや、将軍、兄者がオロチに